APET was created. 新しい価値を生み出す若者たちを育ててきた人材育成プロジェクト琉球フロッグス。15周年を迎え、井の中の蛙たちが大会に飛び出しつつあります。彼らは沖縄の社会を変えることができるのか。未来を作る15年目の琉球フロッグスの今を追いかけました。今年15年目を迎えた琉球フロッグス。今日はその歴史をお伝えします。琉球フロッグスが若者の育成を始めたのは2008年。沖縄の一人の起業家が立ち上げました。アントレプレナーシップと呼ばれる海外の考え方を若い人が身につければ、沖縄がもっと柔軟で豊かな社会になるという思いからでした。こう面接する学生のほとんどが安定志向で、県内から出たくないとか、県内でも大手の割と安定した仕事に実は就きたいんだとか、そういう話も聞いたときに、沖縄の経済にとってもこういう人材ばかりだとバランスが悪いんじゃないかなということで、シリコンバレーに学生を連れて行って、こう、なんだろうな、開花してもらう、そういうきっかけを作るということで琉球フロックスが立ち上がりました。15年経ち、フロックスで育った若者がその思いを受け継いでいます。北中城村の琉球フロックスを運営する会社の拠点です。現在は7人のスタッフで運営しています。嘉数鈴鹿さんもその一人。嘉数さんは大学生だった2016年フロックスに参加しました。シリコンバレー行った時に、本当に自分と周りの人、他者を比較しても意味がないっていうことに気づいたんですね。なんか過去を後悔するより、これからをどうしていくかっていう、私オーガナイザーなので、もしかしたら現役生からするとちょっと怖いみたいな風に思われてるかもしれないんですけど、でも私としては本当に沖縄をより良くする仲間の一人だと思っているので、この沖縄を良くするために何が自分だったら何ができるのかっていうのを考えられるメンバーの一員として、なんかより切磋琢磨しながら、本当に年齢関係なく私自身も成長していけるような仲間でありたいなと思っています。フロックスの活動は全国に広がっています。今や北海道、福島、茨城まで4カ所に増えました。卒業生は100人近く。山崎代表は沖縄から新しいムーブメントを起こしたいと考えています。アントレプレナーシップというもの自体に理解もなかったし、なんでそれを民間でやる必要があるんだと、行政がなんかシリコンバレーに派遣すればいいじゃん。やっぱりその辞めずにここまで来たことによって時代が変わり、これだけ応援していただけるプログラムになったことは本当にやってて妙利に尽きるというか、このアントレプレナーシップと言われる未来をよく変えていく、そこについて中心のハブとなって影響力を発していくっていうようなプログラムになっていかなきゃいけないんかなっていうふうに思ってる。